ございます。猫キャットさん、ペンライトありがとうございます。レオ熊本さん、センスありがとうございます。猫キャットさんもセンスたくさんありがとうございます。じゅんちゃんさん、かわいいありがとうございますクルトン、ワカニャン、ナイス。何の話なんかしましたっけ、私クルミと。はるかいさん、明けおめありがとうございます。猫キャットさん、みかんたくさんありがとうございます。今日はもうみかん2玉食べました。おしまい。さっきまでショールームしてから来ると。ああ、ちょっとすいません、人の配信時間までは知らず。まあ、よかったならよかったって感じですかね。昔はさ、5期生全員フォローしたんだけど、ショールームね。通知がね、すごいことになったので、全員外しました。さよならって。なのでね、わかんないんですね、誰がいつ配信してるかとか。まあ、別に分かったところでなんかね得点があるわけではないから別にいいんですけど。うん、高秀さん、ナルマありがとうございます。猫キャットさん、センスありがとうございます。まあでも被っちゃったのをね、気にしてるとちょっと無理というか、どうしたらいいですかじゃってなってしまうので。だって50人くらいいるもんね、 HKT だけで。だからかぶっちゃうもんね、1人くらいは。だからね、まあ、公演とかにもあんまりかぶらないようにってこう気をつけているけど、誰かの配信とねかぶってたら、まあ、皆さんいつものように二窓みたいな、二窓二窓知らないですけど、それでやってもらってよろしくお願いします。ごめんなさい、困らせてすいません。あ、大丈夫です、全く困ってないので全然大丈夫、起きなさらず。なんで謝られるのかもわかんないですけど、全然困ってないので大丈夫です。でもさ、二窓とか三窓とかさしてる人さ、本当にすごいと思うんだ。何言ってるか全然わかんなくないわかるのかな、今この瞬間もしてる人いるかもしれないけどさ、何言ってるかわかるの？2つのさ、ところからさ、話は2つだったらまださ、こうギリギリこうって頑張ればいけるかもしんないけど、1回だけ八股したことある。もう分からんやろ、だって目もさ2つしかないからさ、8個もさ同時にさできないでしょ意味通じてる、何の話してるか分かるのかな。八窓やばつか、逆に8個も端末ある方がすごいわ。ニコラスさん、みかんありがとうございます。ほんまにすごいわ、8個も端末ないやろみんなで集まってってことなのかな。流れるコメントでどんな話してるか推測する遊び楽しみ方が全然変わってるやん監視カメラみたいな人、確かに。でもそう考えたらさ、よくさドラマとか出てくるさ、監視カメラの部屋にいる人、守衛室みたいなところに守衛さんみたいな方いるけどさ、あの人すごいよな、あんなさ20個くらいあるカメラをさずっと見てさ、異変に気づいたらさすぐさパッて飛んでくやん、すごいよな。あ、パソコンは八窓が1個でできるんだ、すごい。めっちゃ熱くなりそう、処理速度みたいな、やばそう。じゅんちゃんさん、センスありがとうございます。ニコラスさんもセンスたくさんありがとう。ビーワップ団長さんもセンスありがとうございます。すごいなと思う。でも一回さ、ああいう場所行ってみたい、こうパチパチってし
しながらさ、いろんなさ監視カメラを出してさ、なんか推理みたいなした。楽しそうやな。でも本当に目がめちゃめちゃ疲れそうやわ。ずっと何か見てなきゃいかんもんな。きつそう。皆さん目を大事にしてあげてくださいね。ただの魚さん、明けおめありがとうございます。これいつまで明けおめなんだろう。もう三が日終わったけど、いつくらいまでなのかな。一週間くらいはあるのかな。まさみやさん、ハッピーニューイヤーありがとうございます。 RKP さん、みかんありがとうございます。うん、でも私もさ、タブレットで配信して LINE 返す時もあるし、タブレットで動画見ながらあれする日も、ゲームとかしてる時もある。そろそろ終わりそうな予感。あ、もうお正月がもうそろそろやろうね、きっと。マカニャン今日誕生日なの。え、コハルンさんお誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー、良い一年にしてください。何歳になったのかしら。誕生日おめでとうございます。パチ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 、ハピバハピバ。早生まれですね。早生まれってさ、学年の中では遅いのに早生まれってなんかちょっと頭がこんがらがるよな。私遅生まれやもん、ぶっちゃけ年度で考えたら。どうごまさん、センスありがとうございます。わ、みんながお誕生日おめでとうって言ってる。優しい世界だ。野菜生活。でもなんかさ、学生時代はめっちゃ早生まれ嫌だった。なんかなんだろうね、ちょっとこう背伸びしたいお年頃だったんですかね。今は別になんかあんま関係ないっていうか、別にね関係ないなって思うことの方が多いからいいんですけど、昔はめっちゃ嫌でした。超嫌だった。なんで3月30日、しかもさ3月30日ってマジで誕生日のお祝いとかされないわけ。まあみんな忘れてんのよ。だってさあれよ、じゃあ4月の学校が休みが明けたらお祝いしようと思ってもさ、クラス変わったりとかするじゃん。そもそも学校が変わる時もあるよね、中学校から高校にとかで。祝われないのよ、マジでマジで祝われないの。しかも最後ってことで31日におめでとうって言われるの。マジで祝われないから本当に嫌だった。この気持ちを分かってくれる人はね、きっとね長期休みの中にお誕生日がねこんにちはしてる人しかいないんですよ。一緒に慰め合っていこうな、うちらで。辛いよな。孔明さん、センスたくさんありがとうございます。ゆかりんさん、みかんありがとうございます。誕生日がテスト期間と被るの嫌やったな。確かに。でもさ、こうちょっとさ真面目なじゃない人はさお祝いしてくれるかもしれないね、早く学校が終わったりとかすると。まあ会ったことがない。友達に誕生日悲しいですね。ピエンピエンって感じ。もうね、一緒に休み、長期休み中誕生日だったチーム、共に強く生きていこう強く生きていこう、一緒に頑張ろう。でももうさ学生じゃなくなったら別に関係ないもんな。そもそもほら学校で集まって誕生日祝うとかないやん。逆にさ誕生日休みの方がいいみたいなとこ悪くない。逆に考えてこう、プラス思考猫キャットさん、センスたくさんありがとうございます。フランさん、かわいいありがとうございます。そう、でも悲しいのがディズニーの年パス買っても私誕生日の日入れないんですよ。年パスじゃ混むんですね、3月30日って休みなので。で特にこの日らしいんですよ、30、31が結構混むらしいので、年パス対象外なんですね。
悲しいんですけど、私の知り合いにはそういう人がいっぱいいまして、まあ代表格が12月24日が誕生日の人はですね、あの 100% 誕生日ディズニーに行けないということがもう確定しているというなんかさ、お誕生日の人は優先して何かできるとかがさ、まあ、どこに限らずいろんなとこにあればいいよね。かわいそうじゃない？クリスマスに誕生日かぶってるの。お祝いもさ、まとめて1個にされたりとかさ、するかもしんないしさ、めっちゃかわいそうだよね。なんかどっか美味しいレストランに行こうと思っても混んでたりとか、どっかにお泊まりに行こうと思っても混んでたりとかするからさ、一緒に頑張って生きていこうって思ってる3月はイチゴ美味しいからええやん。8月生まれより別に8月生まれも3月にイチゴ食べるやろ8月は何が美味しい？トマトが美味しい。毛が一本変なとこにいる。一本ではないか、一束。うん、高校の時誕生日の人の机にタンプレをたくさん置くのが恒例でした。もうそれがずっと憧れだった悲しいよ、悲しい悲しい。めっちゃ憧れてた、いいなって。私が今までで一番すごいなと思った誕生日のサプライズが、あれなのよ。なんかすごい仲良しの子二人がいて、その片方が誕生日やったんやけど、朝にね、もうバカみたいに大喧嘩したわけで、もうみんなハラハラよ。え、誕生日の日にこんな大喧嘩するなんてみたいな。でもう本当にびっくりするくらいの大喧嘩で、なんか仲直りしようみたいなことを、まあ、言うわけよ。仲直りしたいからね。で、まあ、じゃあ放課後にどこそこでじゃあ話し合おうみたいな。当事者あの何人かがね、なんか関わってて、2人だけじゃなかったの。4人ぐらいが結構複雑に関わって大喧嘩やったんやけど、関係者集めてちゃんと話し合おうみたいなこと言って、その指定された場所に行ったらお誕生日おめでとうっていうサプライズをするっていうのがすごいね、いいなと思って。私はそんな仲良くなかったから参加はしなかったんやけど、それをなんか次の日学校行ったら聞いて、昨日こんな感じだったんだよみたいな感じで教えてもらった時に、めっちゃすごいと思って、いやドラマやないかいそんなのって、すごくない？手の込んださサプライズをね、みんなでしてて、なんかもうすごいほっこりしたんよ。で、私もなんかサプライズされてみたいなと思ったのと同時に、あ、私は誕生日春休みだからないかって諦めた。白熊さんハートありがとうございます。春海さんセンスありがとうございます。すごいよね、めっちゃさ、本当に私はそのサプライズをすることも知らなかったのね。だからもう、もう何が起きたかと思って、すごいよと思う。怖かったマジで、一番怖かったかもしんない、その喧嘩が今まで見てきた中で。春海さんセンスたくさんありがとうございます。いや、なんかもう演劇部の子だったんだよね、仕掛け人の子たちが。だからやっぱ演技上手くてさ、リアルなのよ。本当に喧嘩したと思った私で、あ、かわいそうと思って、この誕生日にさ喧嘩なんてしたくないのにさ、しててかわいそうやななんて思ってたけど、かわいかった。次の日も仲良く一緒に登校しとったもん。先生の誕生日も同じくたくさんあった。え、いいじゃん、先生喜ぶねそれは絶対。え、でもうちの学校するのなんか禁止だったわ。なんか誕生日プレゼントでお菓子持ってくるとかで、バレンタインも本当はダメなんやけど、なんかバレンタインだけ先生が許してくれるみたいな感じやったわ。ダッピさんみかんありがとうございます。じゅんちゃんさんもみかんありがとうございます。いやーほんまにな、でもいいよね、いいクラスだったと思います。私は仲良くなかったんです。197日でございます。はーい、197、ありがとうございます。えい、パチパチ、やば、197日だって。信じられますか？信じられません。竜巻さんハートありがとうございます。
猫キャットさん拍手ありがとうございます。センスもありがとうございます。ニコラさん拍手ありがとうございます。ハルカイさんも拍手ありがとうございます。マナフィーさんみかんありがとうございます。パンチョリーナさんもみかんありがとうございます。高秀さんだるまありがとうございます。レオ熊本さんかわいいありがとうございます。あと3日で200人。そうだよ、さすがにわかるやろみんな。やばいよね、まさかこんなに続くとは。もう半年以上経ってるもんね。汗5分の3くらい来たかな。ニシプーさんみかんたくさんありがとうございます。やばいな、こんなに続くとは思わなんだ。やばすぎ。大丈夫ですかちょっと心配になるんですけど。私あと3日は来てほしくないかな。楓の卒業だし。そうなんですよね、悲しいことに。まあでもそれとこれとは別として考えているので、私は普通に3日後の配信は別に。それとは切り離して考えています。何でもかんでも同じにしたらダメなのですね。でも悲しいよな、楓になんか、あ、ダメだ、言わない方がいいな、すぐバラすからみんな。みんなすぐ話すんよ。200人じゃ何かするの？え、何もせん、普通に配信します。なんかするの？逆に何もしないで。今夜の配信楽しいから最近見に来ても、最近がでごめんね。え、もう全然ありがとう、見に来てくれて。こんな毎日ねお化粧しなくてすいません。すいません。お、55,122 ポイント皆さんありがとうございます。3日間のどこかでチケット使うもんやと思ってた。なんかチケット使ったら逃げやなと思って、なんか嫌でした。謎の負けず嫌い発揮。マジチケットはマジで配信できなかった時だけ使うって決めて、事故が起きた時だけ。絶対使いたくないですね、謎負けず嫌い実家帰った。あ、私はそういう話はしたくないですね。ただの魚さんハッピーニューイヤーありがとうございます。くじまりさんみかんありがとうございます。サミヤさんみかんありがとうございます。なんかさっき動画見てたんだけど、したらな、あのイコラブのミリニャさんがラーメン食べてる動画があって、めっちゃ美味しそうだったなんかお家でラーメンを作ってらっしゃったので、めっちゃ美味しそうで、本当に。しかもさ、結構さ最近なの出てたの。最近っていうのはここ数時間前くらいに出てて、もう本当にやばくて、私もご飯食べたから食べないんだけど、でも本当にザ飯テロでした。超美味しそうだった。なんか福岡ってさ結構麺細いよな、ラーメンの。でも私結構太いのも好きなんですよ。
なのでもうどうしたらいいか分からなくて、もうやばってなりました。多分アニメだったら今多分絶対よだれ全部垂れてたくらい汚いんですけど本当は垂れてないよ、垂れてないけど、アニメだったら垂れてるくらい本当に美味しそうだった。いいなと思ってラーメン食べたくなっちゃいました。なんか昔指原さんとかが食べてたラーメン屋さん行ってみたんやけど、まあ福岡にはないからね、多分いつかのんびりと行ってみたい気持ちあります。わあたくさん、わあうわうわすごい、ああ固まっているああすごいたくさんありがとうございます。まさみやさんみかんありがとうございます。ゆかりんさんもみかんありがとうございます。ワルタン太郎さんセンスありがとうございます。ニコキャットさん馬ありがとうございます。ニコラさんみかんありがとうございます。牛坊さんめっちゃたくさんのセンスありがとうございます。フランさんもセンスありがとうございます。そう、インスタ見てよ、質問返しで使った画像の大放出祭り待ってます。いつかね、この間も言ったけどいつかね、多分メールだと思います。送るとしていつかのメールに添付されてると思いますきっと。本当はあれはもうボツの写真なので全員使われない予定だったんですけど使ったって感じですね。もうあれをスクショしてください、もう遅いけど。インスタね、いっぱい食べる女の子が好きですかって書いてあるけど私全然食べてないんですよね。念押し、あ念押しされたらやりたくなくなっちゃうやりたくなくなっちゃうな、嫌な女なんて言うんでしたっけ、天の弱。なんか天の弱ってなんかそんなにさ、なんかあれよな、可愛い言い方よな、だいぶただ性格が悪いだけですねそもそも何の写真使ったか分かんないんだよね。まあだからいつかってか別にあれでよくねってなっちゃう。でもみんな高画質のが欲しいんだよね。まあもともと見れなかったものが見れたということで許してほしい。ケーキバイキンが何回を返したの、何回だと思う、情けない数だよ私は2皿しか食べていないんだしかも持ってるやつのどっちか、なんか量がいっぱい乗ってる方は私、あれ私のお皿じゃなくてリノのお皿で、量が少ない方が私のお皿なんです。私本当に全然食べてないんですよね、あの全然普通の量なんです全然いっぱい食べてなくて本当に情けないので何も書いてないんですけど、ここだけの話ですよ、2皿しか食べてないです。恥ずかしい、情けないよこんな。でもなんかサイドメニューもあるのね、サイドメニューのあのカレーがめっちゃ美味しくてカレーは3杯くらい食べたし、ピザも食べたし、なんかじゃがいものやつも食べました、美味しかった、グラタンみたいな。サイドメニューいっぱい食べちゃいましたね。でも美味しかったよやっぱね、あの満足した、ちゃんと1回目は確かにいっぱい取ったから大丈夫、ちゃんとあの満足して、あちょっとでも情けないなと思いながら帰りました。ちょっと自分が不甲斐なくてこんなもんじゃないのにって思いながら帰りました。でもめっちゃ美味しかった本当に。あのね一番美味しかったのはね、なんか両方とものお皿に映ってるなんか黒いなんか四角いやつ、チョコのチョコムースみたいなやつだったのかな、感じなんだけど、もうめっちゃめちゃめちゃ美味しかった。これが一番好きだった私は。これチョコなんだっけ、これなんかチョコなんとかみたいな、そのテリーヌかなみたいな感じだった気がする。もうめちゃめちゃ本当にこれが一番美味しかったんですけど、もうやってないので今ここで私がどんだけ熱弁しても意味ないですけども、いつかまた再販っていうか再開したら
食べてみてほしいなというくらいにはこれが一番おすすめでした。あともう一個すごい美味しいのあったんだけど忘れちゃった。写真残ってるかな。全然普通に食べたんだよね。普通に美味しくいただかせていただきました。なんだっけな、なんかあともう一個すごい美味しいのがあったの、まあ、全部美味しかったんやけど特に美味しかったやつ、リノはこのなんか赤いいちごのやつが美味しかったみたいで喧嘩しました。このチョコが一番美味しいっていう私とこのいちごが一番美味しいっていうリノと日本で一番くだらない喧嘩してましたね。パンチョリドさんみかんありがとうございます。じゅんちゃんさんハートありがとうございます。そうめっちゃ美味しかった本当に。私のかな、私のなの、え嘘、私こんだけしか食べてなかったのかな。あティラミスも美味しかったです。うん、なんかティラミスは昔苦手だったの、私コーヒーあんま好きじゃなくて、でもティラミスは美味しかったです。ティラミスは食べれるんですよね、コーヒーは苦手なんですけど。でも苦いんですよやっぱティラミス、ちょっと苦ーって言いながら食べます。でも甘いものだけだとちょっとさなんかってなるじゃないですか、口がモニョモニョモニョってなるから、あの隙間にティラミスを挟むのはめっちゃおすすめ。ティラミスってめっちゃ美味しいよな。なんかティラミスってさなんか名前の由来可愛かったよな、なんか私を元気にしてくださいみたいな、私と元気になろうみたいな意味らしい、知らんけど可愛くない。バカニャのナンバーワンはさっき言ったやん、話聞いてよさっき言ったもん、チョコのやつって言ったやん。ニコラスさんハート100個ありがとうございます。めっちゃ話したくない、誰が一番美味しかったかの話聞いてよ、ティラミスに聞い取られたやろ絶対。別に謝んなくていいですけど、ね、謝ってほしいわけじゃないの。いつも怒られるわ、別に怒ってない、まあいいや、こういうこと言ってもねまた怒ったって言われるんですよね。別に怒ってないけど怒られたなって思うようなことをしてるんじゃないの、知らんが。まあ一応奢ってはないんですけどね、ちょっとだけは言っておきますけど、まあ受け取り方は人それぞれですからね。白熊さんハートありがとうございます。結婚してありがとうございます、考えておきます。でもなんか最近もうなんか飽きました、そのいちいち私怒ってないもんみたいなこと言うのに別にいっかみたいな、まあ勘違いされちゃったらしょうがないねって思うようになりました。全部の誤解を解くのって無理だよねで諦めたんです。無理なんだよね、全員に本当のさ答えがさ伝わることってなくない。これはさもう配信だけじゃなくてさ普通の世界でも、普通の世界リアルのさお友達とかでもそうじゃん。まあリアルのお友達にはのあのされてる勘違いはね直さなきゃと思うけど、もうしょうがないなって思いました。もうこんだけね何人今この話を聞いてるのか分かんないけど、まあ例えばじゃあ10人だとして10人の人誰にも間違わず伝わることってないと思うんだ、うん、しょうがないなって。もう疲れてしまいました、諦めてしまいました。ニコラスさんかわいいありがとうございます。マサミヤさんもかわいいありがとうございます。ラーメンは何味が好き、ラーメン何味が好きかな、でも昔は醤油とか塩とか結構さっぱりしたのが好きだったんですけど、福岡来てからは
豚骨が好きになりました。昔も豚骨全然好きだったんだけど、やっぱさ福岡はさ豚骨ラーメンがめっちゃ多いわけよ、お店が。だからその分いっぱい食べるようになって、より豚骨愛に目覚めてしまったという感じですかね。私はあれが好きなんですよ、なんかちょっと硬い麺が好きなの。だから福岡のラーメンと気が合うんですかね。絶対片面派です。ラーメン屋さんに行ったら絶対片面でっていう。でもなんかバリカタはちょっとなんかこう通っぽくて恥ずかしいのでバリカタは行ったことないけど片面でって言います。絶対なんか全部片面が好きか。あのお家とかで作るインスタント麺とかも絶対、私がせっかちなのもあるけど短めにあるし、私カップラーメン好きなのね。体に悪いらしいんだけど、どうもカップラーメンって、まあそんなこと知らず私は食べるわけだが、カップラーメンも3分だったら私はお湯をついでご飯の場所に戻った時にもう開けてますねだから実質1分くらいでやってます。本当に多分せっかちなんですよね、片面が好きというよりかは。どちらかというとせっかちゆえそんなことになっちゃってます。でもそれで混ぜてる間にだいたい2分くらい経つわけですよ。2分が美味しい。2分でいいです全然。猫キャットさん、たくさんのセンスありがとうございます。ふみさんもセンスありがとうございます。針金とか、針金は何だろうね、わかんないね。食べたことないです。だからお店では肩って言ってる。でも本当は割り方とか食べてみたい。粉落としとか針金とかは地元、実は地元の人は言わないと豊永あきちゃんのお父さんが言ってたよ。会ったことあるのあきさんがお父さんが言ってたってあのことなのかな会ったことあるのかな、それともご本人に聞いたのかしら。でも確かにそういうのありそう、観光客の方がね。でも絶対バリカタくらいまでいると思います、地元の人でも好きなの。いぶきちゃんとのハッピーチルドレンは心の中がテンション爆上がってるやつですか。いぶきちゃんとのハッピーチルドレンは多分あのバランスを見て落ち着いてるだけだと思います。同じ服着てんじゃん。これめっちゃさ殴るの怖くてめっちゃ面白かったんだよね手で。あとこれ普通にあの下がダサかった、中に着てるインナーが。最後の殴るのがめっちゃもう本当に殴ってるみたいに後でみんな見てください。エブキが TikTok 載せてくれたの、私を。やば、めっちゃうますぎる本当にこれめっちゃ上手で、うちらは超楽しかった。これテイクワンってのあんだけど、テイクワンは私もっと元気だったよ。それはなんでやめたんだっけな、なんかいろいろあってやめたんだけど。このズボンもさ、ウエストでさ履いたらさ丈短くてさダサいから腰で履いてんの。おもろ、私だけで100回再生してる絶対これも。テンション高くなかったらこんなことしないよね絶対。ゆめきのさ TikTok ってうるさくない、なんか基本的にかわいい。顔可愛いから何でも OK、 いぶきち。
でもイブキチの良くないところは、あのなんか顔可愛いんだけど残りがちょっと怖いんだよね性格が怖くない？イブキってなんかへっへっへみたいな感じだから、おーってなる。まあそういうところも含めてスコなんですけどね。ブキチブキチブキチ、ちょっと待ってね。帰ってきました。あ、57,246 ポイント。皆さんありがとうございます。ありがとうございます、皆さん。おお。春海さんセンスありがとうございます。なんか何もコメント止まったなと思ったら、昔のやつに私は止めてたずっと。寒いぜ。寒いぜ寒いぜですね。まあ全人類気づいてると思うんですけど、私の TikTok は跡形もなく散り散りになっております、現在。汗汗。なんかさ、自分のさ顔さ、あの永遠と見させられるのちょっときつくない？なんか絶対嫌になった話なんだけど。じゃあインスタもさ、本当は全部消したい。いつからだったら残していいかな、このパンダさん以降は残してもいいけど、それ以前は本当は全部消したいけど、まあ、いくつかいなくなった子いるけど。やばい、お腹減ってきた。自分のインスタ見てたら、私の昔のインスタなんか食べ物しか載せてなくない？全然。ご飯屋さんですかってくらい食べ物ばっか載せるからさ、見るとお腹減るんですけど。美味しそう、これ食べたいな久々に。やば、昔にリノと行ったスイーツビュッフェは、まあ、いっぱい取ったんですけど、もう後半がやっぱフードファイターになってしまうという。今回のやつは結構フードファイターになる前に諦めてしまったっていう。でもこれ美味しかったんだよな、また行きたいな、またやんないかなこれ。そう、リノがさ諦めればいいのに諦めないからさ、2人でリノが持ってきたやつをさちょっとずつ食べて一緒に戦ったんだよ。頑張って頑張れ頑張れ、あとちょっとあとちょっとってお互い励まし合いながらさ食べてました。美味しくてもね、量はね考えた方がいいですね、やっぱり。私食べてばっかりだから、食べる写真しか載せる写真なかった昔、まあ今もそうなんですけど。
ただの魚さん、センスありがとうございます。ヘタッピさん、かわいい、たくさんありがとう。猫キャットさん、タコありがとうございます。そう、でもご規制が取ってくれたなんか猫のやつは保存しました。絶対保存していつでも見返せるようにしてます。他のは別に全部消しました。もうバイバイみたいな、さよならみたいな感じ、まあまあまあお疲れ様みたいな、まあ、今までありがとうみたいな感じですね。なんかね、不思議だね、こんなになんかどうしたのかなみたいな。やばい、お腹減ったんだけど、この時間のお腹減るのはまずいよ。マジお腹減った、なんか普通のお腹鳴りそうなタイプのお腹減った。なんで？どうした？私夜ご飯早かったからかな、今日。お腹減った、マジ絶対お腹鳴ると思う。あと15秒くらいで鳴る。あー今鳴った。全然15秒も待ってくれませんでした。いやほんまにお腹減ったわ。大丈夫そうですか？ダメです。気になってもらいたいの、なんとか。うん、お腹減りました。やだ、何食べたいかな。ピザ、ピザ食べたい。あと3日で楓の卒業公演だね。悲しいことを思い出させないでくれ。あ、お腹が鳴った。悲しいから思い出させないでください。でもなんか不思議、なんか楓をもっとなんか一緒にいるかと思った。不思議です。でもずっと昔もそうだった。はるちゃんの時もさなの時も、まあでもあの二人はなんかその後がどうなるかとかも知ってたから、まあそうかみたいな感じだけど、ドンピシャで今日ピザだったわ。めっちゃ羨ましい。残ってないですか？一切れだけでもいいんです。牛ピザはね、何が好きかな、チーズの、チーズだってチーズ系が好きなの。チーズがいっぱい乗ってるやつ。あ、クワトロかも。美味しいよね。なんかさ、チーズのやつにさ、蜂蜜のさ、蜂蜜をかけるとさ、美味しいじゃないですか。しょっぱさと甘みが最高ですよね。あとはじゃがいもとか、それなんかお食事系も好き。お肉とかそういうやつも好きだし、あれも好き、王道のマルゲリータみたいなやつも好き。
だから私いつもハーフ&ハーフみたいなやつ頼んじゃう。決められないの1個にだから頑張って2個に絞るか、まあ大勢の時は何個か食べる感じ。ですかね。チーズのピザにバジルソースついてた。え、絶対美味しいじゃん。あのバジルソースって美味しい。なんかバジルって美味しくない？大人の味やなって思うけどさ、美味しいよな。結構好きですね、バジル。なんであんなに美味しいの？そんなに美味しいんですか？教えてください。あ、お腹鳴る。もうダメだ。ずっとご飯の話するからお腹減ってた。お腹鳴っちゃうんだけど。恥ずかしい。え、本当にお腹減った。ああ、ダメだダメだダメだ。ノーノー、ダメです。これはもう逆らえない。お腹減った。本当にお腹減った。うわ、今マクド食べてる、だって。まあ、ほんとや、羨ましい。こんな深夜に食べるやつ絶対美味しいに決まってるじゃん。え、ポテトもう復活したかな？もうポテト L サイズとかも復活した？おお、復活している。食べるしかないぜ、これは。大好きやで。やばい、待って、もうめっちゃマウント取ってくる。やだー、見たくない見たくない。本当にやばい、めちゃめちゃ美味しそうなんやけど大丈夫そう？バイバーガーだって。お好きなバーガーにプラス100円でパティが倍にって、これパティとか全部倍じゃない？本当にやばいんだけど。あ、本当にやばいかも。頭を抱えさせてください、お願いします。え、本当にやばい、めっちゃ美味しそう。だってお肉が4枚入ってるよ。あ、ビッグマックにポテト、じゃあパティって何ですか？パティってパンじゃなくてお肉のことか。なんだパティって、なんだお肉か、お肉なのか。美味しそうすぎる。あ、パティってお肉か、パンはバンズか。赤にはマックじゃなくてマクドなんやね。ここにマクドって書いてあるからな。私別にどっちでもいい派、マクドでもマックでも合わせるよ、一緒にいる人に。あ、ベーコンレタスバーガー美味しそうだな。え、お肉も入ってるんですか、ありがとうございます。もうグラコロって終わっちゃったんかいな。グラコロ食べれなかったかも今年。全く記憶ないけど多分食べてないと思う。てかそもそも最近食べてないかもしんない。ガーン、うん、最近全然食べてないわ。食べなきゃ。週1で本当は食べたい。まあできるなら毎日食べたい、本当はね。欲を言うのであれば毎日食べてもいいですか、ありがとうございますみたいな。モスも良き、モスもいいし、ケンタもいい、全部美味しいね。あのな、いろんなとこのなポテトを食べるのが好きやね。でもなんか私の好きなポテト大体すぐ変わるんよね。なんかケントもさ、昔ポテトなんかちょっと違ったよな。あのポテトじゃなくてさ、なんかちょっと違うやつ、あのくるってなってるポテトやったやんか。
あれ大好きやったよね。あれ変わってたのがちょっと悲しかったところ。私マジあれボックスでいきます。お菓子でボックスでいきます。ガチガチガチ。余裕のよっちゃん以下余裕のよっちゃん以下ちょっとやばいな。サブウェイにしといたら。私サブウェイのポテトも好きやで。あれもね全然いける。あのサイズの量とか超えられる。全然、まあ、普通にもっと抱えれますね。全然ポテト、もう全国のポテト全部好きなのでぶっちゃけ嫌いなポテトないです。フライドポテトなの何でも好き。本当にそれくらい。私あれも好きなの、バーガーキングのポテトも好き。あ、お腹鳴りました。汗。いやもうあれもねいいんですよね。バーガーキング結構いいですよね。美味しいですよね。すごくいいですよね。ポテトちょっと変わりましたよね、バーガーキングも。なんか昔はなんかもっと細かった気がします。まあそれもすごい好きでしたね。まあ、全然全部好きなんですけど、ほんと舐めないでほしい。まあ、私ポテトの何でも好きなので何でもいいです。本当に何でもいいと思えるくらい本当にポテトは大好き。でも特徴はやっぱりちょっと味が濃いのが好きですね。体に悪いのかなってこう感じ取っちゃうくらい味が濃いとすごいときめきます。胸がさつまいもどうやって食べた？私のカバンから出てきたやつ。私普通に茹でました。私はさつまいもは茹でるんですよ絶対。ふかすとかじゃなくて茹でる、煮る、味付けますちゃんと。煮るのかな。じゃあ和風の醤油とかみりんとかそういうのつけて茹でて食べさせていただきました。九州のローソンにさつまいものジュースあるの知ってる？さつまいものジュース、わかんないです。さつまいものジュース、なんだそりゃ。焼き芋ジュースってこと？どんな味？めっちゃ気になるんやけど。まあ、とりあえず言えることといえば、まあ、私はポテトが大好きって話ですかね。お家で揚げるポテトも好きですよ。お家でじゃがいもこうやって切って揚げるポテトも大好き。でも、なんか油とかちょっと大変なんで、まあ、あんまりって感じですかね。やっぱりポテトはやっぱもう夢が詰まってるっていうか。なんであんな美味しいんですか？と教えてください皆さん。あれですよね、なんかいろいろありますよね。ポテト屋さんとかないの？フライドポテト専門店があるんだって福岡に。やばーい。すごいんだけど。マジか。絶対に、うわー絶対に買い占めたい。ちょっとやめて。何勝手に開かないで。ちょっとやめてよ。私は今普通に調べたいだけなの。すごいよ、すごいすごいすごい。なんだ分からんけど、57,466 ポイントありがとうございます皆さん。すごい、ポテト屋さんがあるんだって。すごい、知らなかった。絶対に行かなきゃ。私は行かなければいけない、どこにあったとしても。あ、美味しそう。いろんなポテトがある。細いやつもあるしさ、網目のやつもあるし。絶対食べなきゃ。やばすぎる。マジか。やばい、やばいしか言えない。名古屋だってなんでだろう。これ絶対行かなきゃ。やばい。やばすぎる。マジか。東京と名古屋か。うん、全然行きます。さすがにそれ行かせてください、お願いします。やばすぎ。ディップソースも選べるポテト屋さんあるよね。いいな。やばい、ちょっと愛深まってきました、私のポテト愛が。
絶対行かなきゃ。全国のポテト屋さんを制覇したい。どんな欲望？やばい。うわー、やばすぎるぜ。でもね、実は私オニオンフライとかも好きなんですよ。揚げ物が好きなんですね。つまり結局そこなんです。でもその中でもポテトが好きだよっていう話。一番はジャガイモだよって言って、確かに他にもいるよ好きなのは。でもやっぱ一番だし、頂点にして 原点にして頂点というか、やっぱ落ち着くなと思うのはジャガイモを食べてる時だし、ジャガイモ以上の人はこれから先現れないし大丈夫だよっていうことです。そう、別にこれ浮気とかじゃなくて、やっぱ再確認、別のものをね食べてやっぱじゃがいもだなっていう気持ちを強くしてるだけであって、まあ、別に全然ね浮気とかじゃないんですけど、やっぱねポテトが一番美味しいよねっていう話ですね。あーくんさん、だるまありがとうございます。猫キャットさん、いいね、ありがとうございます。いいな、夢広がるな、絶対行こう。ポテトだってやばいね。それしか言えない。お腹減りました、本当に。すごい夢がここに広がっている。いいな、あと遊園地行きたい。全然つながってないけど、遊園地行きたいんだよね。ジェットコースターとか乗りたい。あと遊園地のさ、なんかあのつぶつぶのアイス美味しいやん、あれ食べたい。あのつぶつぶアイスって遊園地以外なんかあるのかな。どこに売っているんだろう、つぶつぶアイス。つぶアイスって美味しいよね。なんか普通のアイスとはさ違う味せん。めっちゃ好きなんやけど、ちょっとテンション上がるよな。さすがにつぶつぶアイスこの時期売ってなかった。え、冬売ってないの？超ショック。マジか、マジか。プー、あれ全国共通、ん、全シーズンものじゃないんだ。お、何ですか、はっは、甘いな。私の前にこれをやるとはな。あーくんさん、ミラーボールありがとうございます。ユニバやけんかもしれんけど、あ、ユニバにもあるんだ、つぶつぶアイス。いいね、はっはっは。ジュースで簡単つぶつぶアイスだって。え、自分でつぶつぶアイス作れるおもちゃがある、嘘やろ。あ、注文不可だった。欲しかった。何これ、すごくない？しかもめっちゃ安かったよ、4000円だった。安くない？え、8000円くらいしても買うやろ絶対。こんなやばすぎる。うわー欲しかったよ。あー、2014年発売だ。買ってそうな時代なのに、私7年前でしょ。私も18か11歳の頃やろ。買ってたかもしれないのに、なんで買ってないんだ、この時の私。欲しかったな。安いやんね、4000円とか。全然だってアイス作れるんだよ。アイス作れるのに4000円ですからね。え、絶対美味しいし、食べたくなってきちゃった、つぶつぶアイス。てかアイス食べたいかも。つぶつぶアイスのいいところはさ、あのなんかスプーンちっちゃくてちょっと食べにくいやん、なんかあんま思ったよりも乗らんくて、そこがよくない？なんかちょっとまどろこしいみたいな、あの一気食べがないからさ。私結構知覚過敏だしさ、頭痛くなるタイプなのね、
アイス食べたら。でもあの大きな口でいけないわけよ、つぶつぶアイスは。このスプーンにうまく乗らないとかあるから。だからね、あの一口の量ちゃんと調節してくれるところがつぶつぶアイスの好きなところ。猫キャットさん、アイスありがとうございます。いやいいわ、つぶつぶアイスやっぱ好きだわ。食べたい。私はね、圧倒的にねチョコが好きなんですね。やっぱりやっぱりチョコが好き。ほんまにごめん、今からアイスなんや。なんでそうやってさ、私の食べたいもの全部食べるの？なんでそういうことするの？ひどい、いじめだこれは。ひどいよ。めんどくさ女出てきちゃいました、すいません。あ、もう1時間経った。よし、それではランキング読もうと思います。今日早寝なの私。よし、13位孔明さん、ありがとうございます。12位チェンさん、ありがとうございます。11位フランさん、ありがとうございます。10位シロクマさん、ありがとうございます。9位が伊藤ゴマさん、ありがとうございます。8位がダトブガイさん、ありがとうございます。7位がハルカイさん、ありがとうございます。なんかインフンでるね2人で。6位ヘタッピさん、ありがとうございます。5位ニシプーさん、ありがとうございます。4位ヨシボウさん、ありがとうございます。3位がユカリンさん、ありがとうございます。2位がニコラスさん、ありがとうございます。そして1位がネコキャットさんでした。ありがとうございます。皆さんコメントとか物とかギフトとか星とかありがとうございました。イエーイ。お、はるかいさん、ハッピーニューイヤー、ありがとうございます。今日からお仕事始まりの方もいたのかな。お疲れ様です。また1年間頑張っていこう。ファイティン。それでは皆さん、おやすみなさい。私はもうこの食欲に負けないでさっさと寝ることを選びます。それではみんな、おやすみなさい。バイバーイ。見てくれて。